それではソルスティスポットを使ったワイヤレスコラボレーションをお見せしていきたいと思います。すでにこちらのテレビディスプレイにソルスティスポットが HDMI ケーブルで接続されています。ソルスティスポットの使用方法は非常にシンプルです。 HDMI ケーブルをつなぐほかは電源とネットワークケーブルを接続すれば終わりです。会議室にパソコンを持ってきたらケーブルをつなぐことなく誰もがワイヤレスでテレビディスプレイ上にコンテンツを表示することができます。それでは早速私のパソコンからこちらのディスプレイにワイヤレスで資料を映し出していきたいと思います。はじめにパソコンにソルスティスユーザーアプリをインストールする必要があります。まだアプリをインストールしていない方はウェブサイトからソルスティスダウンロードと検索しマーシブ社のソルスティスアプリとソフトウェアアップデートのページからユーザーアプリをダウンロードしてください。ユーザーアプリは Windows 版のほかに Mac 版、Android 版、iOS 版などが用意されています。私のパソコンにはソルスティスユーザーアプリがインストールされました。アプリを立ち上げるとこのような画面が表示されます。テレビディスプレイ上に表示されているお部屋の名前がすでにアプリ上に表示されている場合にはこちらを選択、もし何も表示されてないあるいはこの部屋のものが表示されていない場合には IP の入力タブからディスプレイに表示されている IP アドレスを入力します。ではこちらの社内欄の IP アドレスを入力します。このように IP アドレスを入力しました。隣の Go をクリックします。すると画面にキーを入力と表示されテレビディスプレイ上にもキーが大きく表示されました。キーを入力するとこのように3つの共有方法が表示されたアプリウィンドウが開きます。デスクトップ、アプリウィンドウ、メディアファイルと書かれています。デスクトップは私のデスクトップ全体を表示します。アプリウィンドウは選択した特定のアプリのウィンドウが全体的に表示されます。最後のメディアファイルは画像や動画ファイルなどをファイル形式を指定して開くことができます。では私のパソコン上の PowerPoint の資料をアプリウィンドウを使って表示していきたいと思います。アプリウィンドウをクリック、 PowerPoint を選択しました。するとはい、このようにテレビディスプレイ上に PowerPoint が映し出されました。パソコン上でパワーポイントを全画面表示するとディスプレイ上も全画面表示されます。さらにソルスティスポットの面白いところは一人のユーザーのパソコンから複数のアプリウィンドウを立ち上げることができることです。例えばプレゼンテーションをしている途中でウェブブラウザを見せたいということがあると思います。今私のパソコンではパワーポイントの他に Google Chrome が立ち上がっています。この Chrome の画面も同じくテレビディスプレイ上に表示していきたいと思います。ソルスティスアプリからアプリウィンドウを選択、 Chrome の画面を選択しました。するとどうでしょう。自動的に2画面表示に切り替わりました。このように複数の画面を並列して表示することもできますし、ソルスティスアプリからコントロールも可能です。使わないコンテンツはドックと呼ばれる左側のセクションに置いておいて、いつでも表示してくることができます。ソルスティスの面白いところは一人のユーザーから複数のコンテンツを表示できるだけでなく、さらに複数のユーザーからも同時にコンテンツを表示できることにあります。続けて2人目、3人目のユーザーがアクセスしてみたいと思います。はい、それでは2人目のユーザーがさらにこのソルスティスポットに追加で資料を共有してみたいと思います。はい、あ、ご覧ください。テレビディスプレイ上に2つ目のユーザーアイコン、黄色のユーザーアイコンが表示されました。それでは2人目のユーザーはメディアファイル、こちらを使って動画のコンテンツを表示していきたいと思います。
をこのように動画が再生されています。この動画を大きく表示したい場合には映し出しているユーザー以外からもソルスティスアプリを使ってコントロールをすることによって大画面表示に変わりました。はい、動画を停止します。動画を停止する操作も他のユーザーからも行うことができます。では複数の画面に戻しました。それでは3人目のユーザーはスマホを使ってアクセスしていきたいと思います。私の iPhone にソルスティスクライアントアプリがインストールされています。接続方法はパソコンと同じです。画面のキーを入力します。はい、このようにスマホからも映し出されているコンテンツを操作することができます。簡単ですね。そして私がピンク色のユーザーアイコンでこのスマホが表示されています。ではスマホに入っている画像のファイルを映し出していきたいと思います。メディアファイルから写真を選択するとこのように写真が表示されました。表示したコンテンツを隠したり出したりすることはパソコンからも同様に行うことができます。ソルスティスポットを使ったワイヤレスコラボレーションの基本的な操作は以上です。他にもソルスティスポットには様々な機能が含まれています。一旦このセッションを切断して基本的なホーム画面をご説明していきます。ではアプリやパソコンから切断を選択すると簡単にワイヤレスコラボレーションを切断していくことができます。ホーム画面に戻りました。ソルスティスポットのホーム画面には部屋の名前を表示したり部屋のスケジュールを表示したりさまざまなその他のご案内を表示するゾーンがあります。これらすべてのゾーンは管理者画面から簡単にカスタマイズ可能です。また管理者のための豊富な管理ツールも用意されています。詳しくはメディアプラスへお気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。